皆さんこんにちは。2020年11月3日火曜日になりました。リビングライフのお時間です。私は日本フリーメソジスト桜井聖愛教会の牧師の大沢啓太と申します。今日も神様のお言葉から共に恵みを分かち合ってまいりましょう。今日の聖書箇所はテサロニケ人への手紙第1、2章10節から20節まで。主題は福音にふさわしい歩みにより御前で栄光と喜びとなる信徒。このところから神様の語りかけを共に受け取ってまいります。テサロニケ人への手紙第1、2章10節から20節。また信者であるあなた方に対して、私たちが敬虔に正しく、また責められるところがないように振る舞ったことについては、あなた方が証人であり、神もまた証人です。またあなた方が知っている通り、私たちは自分の子供に向かう父親のように、あなた方一人一人にご自分の御国と栄光に預かるようにと召してくださる神にふさわしく歩むよう進め、励まし、厳かに命じました。こういうわけで私たちもまた絶えず神に感謝しています。あなた方が私たちから聞いた神の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてではなく、事実その通り神の言葉として受け入れてくれたからです。この神の言葉は、信じているあなた方のうちに働いています。兄弟たち、あなた方はユダヤのキリストイエスにある神の諸教会に習うものとなりました。彼らがユダヤ人たちに苦しめられたように、あなた方も自分の同胞に苦しめられたからです。ユダヤ人たちは、主であるイエスと預言者たちを殺し、私たちを迫害し、神に喜ばれることをせず、すべての人と対立しています。彼らは異邦人たちが救われるように私たちが語るのを妨げ、こうしていつも自分たちの罪が満ちるようにしているのです。しかし御怒りは彼らの上に臨んで極みに達しています。兄弟たち、私たちはしばらくの間あなた方から引き離されていました。と言っても顔を見ないだけで、心が離れていたわけではありません。そのためあなた方の顔を見たいとなお一層切望しました。それで私たちはあなた方のところに行こうとしました。私パウロは何度も行こうとしました。しかしサタンが私たちを妨げたのです。私たちの主イエスが再び来られるとき、見前で私たちの望み、喜び、誇りの冠となるのは一体誰でしょうか。あなた方ではありませんか。あなた方こそ私たちの栄光であり、喜びなのです。今日の箇所は内容的に昨日の続きといえる、そういう箇所になっています。昨日の箇所ではテサロニケのクリスチャンたちを迫害する人たちが、ありもしない教会の悪い噂を広めたり、悪口雑言を浴びせたりする中で、パウロがテサロニケのクリスチャンたちに対する愛の深さについて語り、お互いの絆の固さを確認する、そういうことを通して彼らを励まそうとしていた、そういう部分になっていました。今日のところでもパウロは
テサロニケのクリスチャンたちに対する深い愛を示しながら、苦難の中にいる彼らに優しく寄り添う、そんな言葉を綴っています。今日の聖書箇所を3つのブロックに分けて見ていくことにしたいと思います。1つ目のブロックは10節から13節までの部分です。ここにはパウロの愛と信徒たちの応答が記されています。10節を見ると、また信者であるあなた方に対して、私たちが経験に正しく、また責められるところがないように振る舞ったことについては、あなた方が証人であり、神もまた証人ですと言っています。パウロは単に福音の真理の言葉を力強く語ったというだけではなく、誰が見ても彼の語るその福音にふさわしいと思われるような生活をしていました。その上で、まるで父親のような愛と威厳を持って彼らを指導していた、進め、励まし、諭しを与えていたというわけですね。そのパウロの全身全霊の指導に対して、テサロニケの信徒たちもしっかりと応答しています。13節を見ると、あなた方が私たちから聞いた神の言葉を受けた時、それを人間の言葉としてではなく、事実その通り神の言葉として受け入れてくれたとあります。彼らはパウロの言葉を聞きながら、まさにこれは人が語っているのではない、神様ご自身が今この私に語ってくれているんだと受け止めることができたというのです。2つ目のブロックは14節から16節までの部分です。ここに記されているのは、同胞から受ける苦難への共感ということです。14節には、兄弟たち、あなた方はユダヤのキリストイエスにある神の諸教会に習うものとなりました。彼らがユダヤ人たちに苦しめられたように、あなた方も自分の同胞に苦しめられたからですとあります。テサロニケのクリスチャンはもともとユダヤ人たちから迫害を受けていたわけですけれども、このところを見ると同胞である、そういう人々からも苦難を受けていたということが伺い知れます。関係性の薄い、異文化の人たちから迫害されるというよりも、同じフィールドにいる関わりの深い人たちから迫害されるということの方が辛いものですね。私たちにとっても、全く知らない人から批判されるということよりも、関係の深い家族や仲間から批判されるということの方が辛く感じるだろうと思います。彼らはそういう苦しみを覚えていたわけですね。そんなテサロニケのクリスチャンたちに対して、パウロは、苦しんでいるのはあなたたちだけじゃないんだよと語りかけるわけです。教会を通してイエス・キリストにつながっている人々は、皆大なり小なり、みんな同じような苦難を受けているんだ、あなただけじゃないんだよと語りかけ、その苦難に寄り添っているのです。3つ目のブロックは17節から20節までの部分です。ここにはパウロが感じていた激しいもどかしさが描き出されています。17節18節を見てみたいと思います。兄弟たち、私たちはしばらくの間あなた方から引き離されていました。と言っても、顔を見ないだけで心が離れていたわけではありません。そのため、あなた方の顔を見たいとなお一層切望しました。それで私たちはあなた方のところに行こうとしました。私パウロは何度も行こうとしました。しかしサタンが私たちを妨げたのです。パウロは愛するテサロニケの町のクリスチャンたちのもとに戻りたいと切に願うようになりました。けれども、何らかの妨げが入って、何度も何度も試みたのですが、その都度妨げのために行くことができなかった。そのために激しいもどかしさを抱えていた。
そんな様子が伺い知ることができます。パウロのそういった妨げの中で、パウロのテサロニケのクリスチャンたちに対する思いがますます強くなっていたのだろうと思います。そして19節20節を見ると、あなたたちこそが私の喜び、誇り、希望なんだというふうに語っているのです。このところから一つのことを黙想したいと思います。それは教会に十字架を立て上げる共同作業をしようということです。テサロニケの人々はパウロの言葉を人間の言葉としてではなく、神の言葉として受け取っていたと記されています。どのように語れば人が人の言葉を神の言葉として受け取ることができるのでしょうか。語る側の言葉が流暢であること、聖書の言葉がたくさん出てきたりすること、あるいは興味深い例話や面白い話などを交えて、巧みな話術を用いて、話すこと、そういうことでしょうか。決してそうではないのだろうと思います。パウロから学ぶならば、語る者に求められるのは決して言葉だけではない、生活そのものが福音に生きているものとなっているということですね。そしてまた、聞く者も語る者を信頼し、またそれ以上に神様ご自身を信頼し、信仰を持って神様の前に自分の身を低くして耳を傾けるということですね。それは相互の関係の中で共同作業として立て上げられていくものなのだろうと思います。私たちの教会に、皆さんの教会に、語る者と聞く者の双方による十字架が立てられているでしょうか。語る者であっても聞く者であっても、まず自分自身の神様の前におけるその姿勢がどのようなものであるかということを点検したいと思います。そして語る者が聞く者が共に神様との関係において、その管がまっすぐになっていること、また聞く者たちが聞く者とその語る者とのその間の管が、横の関係がまっすぐな管になっていること、そういう十字架を打ち立てていくということを心に留めていたいと思います。神の言葉を語る人というと、どのような人のことを皆さんは思い浮かべるでしょうか。多くの方々は神の言葉を語るのは牧師先生の仕事、働きだと思われるかもしれませんけれども、厳密に言えば牧師も神の言葉を語っているわけではありません。神の言葉である聖書を通して語っている、その言葉を神様が用いてくださるのです。そういう意味で言うならば、確かに牧師は神の言葉を語っているということができるかもしれませんけれども、それは決して牧師だけではない。誰であっても神の言葉を語ることができるものなのだろうと思います。たとえ牧師ではなくても、ある人の言葉が神様に用いられて、その言葉を通して、あ、神様が生きているんだと、その人が、聞いている人が受け取ることができるならば、神様が今私に語りかけてくださったと受け止めることができるならば、それは神の言葉なのだろうと思います。大切なのは何を語るかということではないのかもしれません。上手に説明できるかということでもないのでしょう。大切なことは、自分自身が福音を生きているか、その福音を喜んでいるか、
神様がイエス様によって私たちに与えてくださったその救いの恵みを私たちが喜んでいるかどうか、そういうことなのだろうと思います。それをもし書いてしまうならば、たとえ牧師先生であっても神の言葉にはならないのでしょう。私たちは誰もが神の言葉を語りうる器です。私たちを通して神様の恵みが一人でも多くの方々に届けられるように、今日も私たちはイエス様の十字架を見上げ、イエス様によって成し遂げられているその救いの恵みを味わい知り、そしてその喜びと希望を持って一歩一歩歩んでまいりたいと思います。お祈りをいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、感謝をいたします。私たちは聖書を通して神様あなたのお言葉を聞き受け取ることができます。それとともに時に神様は誰かの言葉を用いて私たちに語りかけてくださるお方です。同じように私たちの言葉も誰かにとっての神の言葉として届けられることがある、神様に用いられることがある、そのことを思います。私たちがいつも言葉を通して、また振る舞いの一つ一つを通して神様を証ししていくことができるように、イエス様の姿を指し示していくことができるように、私たちの一つ一つを清め整え導いていてくださいますようにお願いをいたします。イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。